こんにちは、オムです。今回は白玉爆速ラインブレイカーということで、スピード瞬発力の平均が95以上の白玉ライブレ8名を紹介していきます。では早速見ていきます。リッキー・ジョーンズ、白玉最速のラインブレイカーです。ボディコンも高くて使いやすいと思います。横山歩、山川からランクインしています。逆足頻度精度が高くて両足使えるところが強みですね。フリックス・アフナ・ギャン、スピード96、瞬発力99、ボディコントロール89、ドリブルも決定力もスタミナもそこそこある優秀な選手です。ディミトリー・オベルラン、スタミナが低かったり他の選手より能力では劣っていますが、スキルをたくさん持っているところが魅力的です。フランシス・エゼー、こちらも爆速ですね。ジャンプが87で身長の低さをカバーしています。ヤック・ラーネ、先ほどのエゼーにボディコンがついた感じの能力になっています。スキルも優秀だし、ヤック・ラーネの方が使えそうですね。チャンカ・ジンバ、今回の中で一番スタミナがある選手です。スタミナとコンワンが高い爆速ライブレが欲しい方におすすめです。ケルビン・エヒブ・ヘイショムハン、スタミナが88もあるのはいいんですが、コンワンが1と絶望的ですね。よっぽど調子がいい週以外は出番がなさそうですね。はい、今回は白玉爆速ラインブレイカーを見ていきました。最後に選手の比較を載せておきます。ぜひ活用してください。以上になります。また会いしましょう。バイバイ。